皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは高校の説明会に参加しました。今日私ね、高等学校の説明会に参加してきました。参加したといってもその学校を訪問したわけじゃないんです。オンラインでの参加でした。私たちの地区では今日3つの高校の説明会がありました。日大三島高等学校、加藤学園行修高等学校、そして東海大学附属松陽高等学校、この3つです。この3つのうち対面の説明会は松陽高等学校が1つ、残りの2つはオンラインでの説明会、こうなっていました。私はそのうちの加藤学園行修高等学校の説明会に参加しました。オンラインで Zoom を使った説明会だったんですけれど、私ねちょっと時代より遅れてます。で、Zoom 使うの今回初めてだったんですよ。だから昨日の夜授業が終わった後、他の塾の塾長さんにお願いして Zoom の使い方教えてもらいました。で、一生懸命覚えてなんとか今日ね、この説明会に参加できたわけなんですけれどね。で、この高校の説明会ね、塾の皆さんねぜひ参加した方がいいと思っています。なぜかっていうと、特に、私立高校、こちらではこの説明会の中でその学校を受けるとか、その学校の中の各コースの必要な評定基準、もっと簡単な言葉で言えば内申点ですね、これも教えてくれます。で、このコースだったら内申点いくつだよと、このコースだったら内申点、全体的には内申点いくつで受けられますよと、そういうことを教えてくれるんですよね。それも細かくです。コース別もちろんで、単眼者だったら併眼者だったらというふうに数字を出してくれます。ただしね、今年は中学校のね評定の付け方がちょっと変わったので、プラスアルファ加わったところはありました。この数字はちょっとね公表できないんですけど、そういうことを教えてくれるんですね。ですから少なくとも自分のところの塾生が受ける高校、その高校の説明会にはぜひ参加して、その基準点を知っておいた方がちゃんとした進路指導、これができる、その進路指導の指針になるということですね。やはり知っているのと知っていないのではね、アドバイスの仕方も変わってくると思うんですよ。だからやっぱり知っているべきだと私は思っています。それから2つ目です。学校に問い合わせをする時の担当者とね、顔合わせができると、これもメリットの大きな一つですね。やはり知っている人だと頼みやすいでしょう。向こうも受けてくれやすいですよね。ですからやっぱこれは大きなメリットだと思っています。で、今回はこの Zoom を使ったオンラインの参加だったんですけれど、オンラインの時とじゃあ対面の時のメリットとデメリット、ちょっと考えてみました。一つずつです。オンラインの場合もちろんコロナに感染するリスクが少ないとないというのは入っていますので、それを除いて考えました。で、オンラインのメリットは学校とか会場ですね、これを訪問しないので、これ時間が節約できるということです。今回私が参加した加藤学園行修高等学校さんですね、ここうちの塾からだと実は往復で、ね、時間的に2時間かかっちゃうんですよ。この2時間を節約できるというのはとても大きなメリットです。ですから今日はちょっとゆっくり出てきて、ね、ゆったりとした気持ちでこの説明会に参加することができました。じゃあいいことばかりか、いやそんなことないんですよね。やっぱしデメリットもあります。それは何かというと、学校側が一方的に話す、こういう立場になりやすいので、ちょっとわからないところ、細かいところ聞きたいというところがあっても、そういうことを質問する機会が減ってしまうと、これがデメリットです。いやいやいや、Zoom だったら手を挙げるってところを押してそれで質問すればいいじゃない、ね、そういう人もいるかもしれませんです。でもちょっとそこの部分じゃないんですよ。実際に対面の場合ですね、
対面ね、じゃあここで終わりますよ、じゃあ解散ですとなった後、学校の先生方に近くにいるんですよ。ですからみんなの前だと聞けないような質問なんかも残った先生のところに行って、具体的に細かなところまで聞くことができる。これは対面のメリットですね。ですけどオンラインだとやはりそういうところができないというのはデメリット、ね、デメリットだとこう感じました。今日は高校の説明会に参加しましたというタイトルでお話しました。今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。